2022年8月13日、ウクライナ軍は南部ヘルソン州を流れるドニプロ川ドニエプル川の、州都ヘルソン市から約 55km 上流のノーバカホフカにある水力発電所のダム上の道路につながる橋を破壊したことを発表したよ。この橋は、ヘルソン州内でドニプロ川に架かる3本の橋のうちの1本で、他の2本はヘルソン市の近くに架かるアントニフスキー橋と、それと並行して架けられている鉄道橋で、この2本はすでにウクライナ軍によって通行不能とされているぜ。ロシア軍に補給をさせないようにウクライナが動いた結果ってわけだね。ロシアにとっては停滞攻撃になったんじゃないかな？そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がヘルソン州のロシア軍補給路の橋をまた一つ破壊したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ヘルソン州のドニプロ川西岸には、州都ヘルソン市を中心とする地域に、1万から2万人とされるロシア軍部隊が展開していると見られているんだけど、補給のためにはこの3本の橋を渡らなければならず、それらが全て破壊されたことで、これらの部隊への弾薬、燃料、食料などの補給が遮断されることとなり、ウクライナ軍がロシア軍をドニプロ川東岸へ押し返し、ヘルソン市を奪還する反攻作戦開始が近いことを匂わせているよ。今回砲撃を受けた橋がある水力発電所は現在ロシア軍の管理下にあり、ロシア国営テレビが13日に攻撃後の橋の映像を公開していて、表情に複数の穴が開けられ通行不能となっている様子が伝えられているんだ。ロシア国営テレビでは、水力発電所の6基のタービンのうち3基が停止していると伝えているが、この停止が砲撃の影響によるものかどうかには触れていないぜ。また、水力発電所からドニプル川上流に続く貯水湖の 125km 上流にはウクライナ最大のザポリージャ原子力発電所があり、冷却水をこの貯水湖から取水しているとして、ダムが攻撃を受けて貯水湖の水が放流されてしまった場合に原子力発電所が取水できなくなると報じ、ウクライナ軍の砲撃が危険であると強調しているみたい。しかしながら、ウクライナ軍の砲撃は水力発電所や貯水湖のダムへの直撃は避けていて、貯水湖の影響が全くない橋の部分のみを正確に破壊していて、アントニフスキー橋と同様に、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースによる、長射程精密誘導ロケット弾攻撃が実施されたものと見られているんだ。アメリカからウクライナに供与された高機動ロケット砲システムハイマースは、敵地を広い面で制圧する自走式多連装ロケット砲マース M270 を小型化して機動性を高めた長射程ロケット砲システムで、敵部隊への直接的な面制圧攻撃のみならず、その射程距離を生かして敵の後方支援部隊を攻撃して、前線に送られる物資の地帯妨害撃破を目的とする阻止攻撃にも運用できるよ。アメリカ陸軍では、M270 の重量が約25トンもあるために遠隔地へ展開する際の輸送において、C5 ギャラクシーや C17 グローブマスター3などの大型輸送機でなければ運搬することができなかったんだ。そのために空挺部隊や海兵隊など、紛争地への緊急展開が任務とされている部隊での運用に制約が生じるとして、搭載ロケット弾数を半減して、FMTV 中型戦術車両ファミリーである6輪駆動タイプの5トントラックに、装甲が施された操縦席と射撃統制システム FCS を搭載し、227mm ロケット弾6連装発射装置ランチャー1機 M270 は同じランチャーを2機搭載しているを搭載して重量を 13.7 トンに抑え、C-130 ハーキュリーズや C-130J スーパーハーキュリーズなどの中型輸送機でも輸送可能な、高機動マースとしてハイマースを開発し、有事の緊急展開部隊である空挺部隊海兵隊警保兵士団などへの配備を進めているみたい。このハイマースに搭載される 227mm ロケット弾6連装ランチャーに装填されるは 227mm ロケット弾には、M26 重量 36kg 最大射程 32km M77DPICM 個弾 ×644 個。M26HA2 重量 296kg 最大射程 45km 以上 M26HM85DPICM 個弾 ×518 個 M26A2M77DPICM 個弾 ×518 個 AT2SCATMIN 重量 254.46kg 最大射程 39km 対戦車地雷 ×28 個パース SAGE227F 重量 160kg 以上最大射程 70km M30 最大射程 70km 以上弾頭 M85DPICM 個弾 ×404 個以上と、その弾頭に 90kg のユニタリー単一弾頭を搭載した M31 があるんだ。また、これらの他に MGM140A タクムスと呼ばれる最大射程 300km 超射程ミサイルも運用可能なんだけど、
このエイタクムスについてはアメリカのバイデン大統領がウクライナがロシア本土を攻撃する可能性があり、それに刺激を受けたプーチン大統領が核兵器使用を決断する恐れがあるとして供与を拒否しており、現時点ではウクライナには供与されていないよ。今回及びアントニフスキー橋の砲撃に使用されたロケット弾は、最大射程が70から 90km あり、かつ誘導システム GPS-INS 衛星誘導管制誘導によって目標への精密誘導が可能なロケット弾として、GMARS グーディドマルティプルローンチロケットシステムと呼ばれている M30 か M31 と見られ、これらは 90km 先の目標に対して誤差2から3無の精度で命中するとされており、アントニフスキー橋や今回の橋の攻撃後の被害を伝える画像を見た限りでは、ユニタリー弾頭の M31 が使用されたと見られているね。どちらの橋も完全には破壊されておらず、直径50センチメートルほどの穴が複数開いた状態になっていることから、ユニタリー弾頭の削薬量を減らすか、あるいは抜いて発射されたものと見られ、そのピンポイントで命中する高性能ぶりをロシア側は驚愕しているであろうとの声が上がっているぜ。精密さは保証済みってわけだね。最大射程が 100km にも及ぶのに、誤差3メートル程度はさすがとしか言いようがないよ。先にアントニフスキー橋を補給路として使用できなくなったロシア軍は、アントニフスキー橋の近くに浮き橋をかけて、援軍派遣と補給を実行しようとしているとの情報があるものの、ウクライナ軍がその浮き橋を攻撃することは容易であることから、ドニプロ川より西に展開しているロシア軍部隊への補給は、アントニフスキー橋の上流 50km ほどにある、このノーバカホフカの水力発電所ダム上の橋まで大きく東に迂回せざるを得ない状況となっていたんだ。それが今回通行不能となったことで、ドニプロ川西岸に取り残されるロシア軍部隊が補給路を完全に断たれ、ウクライナ軍が反攻に転じた場合は、戦車や装甲車などの重装備を捨てて、完全には落とされていない橋を渡って徒歩で撤退するか、弾薬や燃料が尽きてから降伏するか、あるいは徹底抗戦して玉砕するか、三つに一つを選ばなければならないことは明白と見られているぜ。その中で8月14日にウクライナ軍の報道官が、ロシア軍が制圧する南部ヘルソン州ヘルソンのアントノフ大橋を再び攻撃したと明らかにしたことをウクライナの国営通信などが伝えたよ。報道官はさらに、ヘルソン市に置かれていたロシア軍の司令部隊がドニプロ川の東側に移動していると指摘し、アントニフスキー橋などへのウクライナ軍による攻撃を受けて、補給路と退路を断たれる恐れが生じたことから、ドニプロ川西岸からの撤退に動いている可能性があるとしたんだ。このことについては南部ザポリージャ州メリトポリの市長もまた、14日にヘルソン市にあったロシア軍司令部が、メリトポリ市への移動を始めているとの見方を示しているよ。またメリトポリ市長は、メリトポリ市内では市民の抵抗勢力によって、ロシア軍へのレジスタンス活動が展開されているとも強調していて、同市では最近ロシア軍への抵抗運動が活発となっており、12日には、ロシアの政権与党関係者が爆発を受けて負傷したと伝えられているほか、13日にも抵抗勢力によると見られるロシア軍施設への爆発が起きているんだ。ウクライナ軍はこれらの橋の破壊によって、ドニプル川西岸のロシア軍部隊を孤立させヘルソン市を奪還する動きに出るとされ、やがてはヘルソン州全体の奪還を目指すものと見られているな。ロシアは先月、ウクライナでの軍事目標は東部ドンバス地方の他に、南部のヘルソン州とザポリージャ州の制圧をも視野に入れている方針を明らかにしていて、この2州においては制圧後に住民投票を実施して併合する計画が進められているとされ、ウクライナ軍は両州の奪還を急いでいるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。